選手のスタートの第一戦で、ハイスピードオーダーをかけて夏木選手がやることになりましたが、はい、それに向けて質問をお願いします。でもまさかもう1戦目からこのベルトをかけてやれると思ってなかったんで、もう本当にびっくりしたし、もう素直に嬉しいですね。はい、米山さんとはもうずっと今まで戦ってきて、この、ね、ハイスピードのベルトを、もう一緒に作ってきてもらったと言っても過言ではないぐらい、本当に自分が迷った時とかにも、もう米山さんとの試合でもうこのベルトの目指すべき方向とかがね、分かったりとかしたので、はい、またこのベルトをかけて米山さんとスターダムのリングで戦えるっていうことは、もう本当にもう後輩とかにもファンの方にも、はい、絶対見てもらいたいですし、これが始まりでまた本当にスターダムとハイスピード王国にできるんじゃないかなと思います。はい、じゃあスターダム参戦第1戦目が松木選手のハイスピード王座に決まりましたが、そちらの感想お願いします。スターダムに参戦が決定した米山かおりだ。初戦が夏木とのハイスピード戦、すごい望んでた戦いなんですが、いきなりここ来たかっていう感じで、まあ、これは私に対する期待の表れなのか、まあ、試しているのかそれは分かりませんが、私はスターダムで新しいプロレス生活を築いていけたらなと思っています。そのためにもやっぱりこのベルトを巻いてスターダムの中心人物になっていかなければいけないなと思ってます。なのでこの試合は絶対に勝って、ハイスピードのベルトを私の腰に巻いていきたいと思います。私と夏希のハイスピード戦、瞬きする暇もないから。